35歳、中卒、田舎の道の駅で果物やっています。今のところ売り上げそこまで減ってないんですが、今後どうなるか不安なので、放送大学で経済学を学んで大学資格取ろうと現在勉強しています。放送大学で経済学学ぶ価値あると思いますか？就職するのだったらあると思いますけど、道の駅で果物屋をやるんだったら、経済学を学ぶ意味はないですね。経済学勉強して、この人は経済学を勉強したおかげで優秀になったんだなっていう人をまず見たことがないし、で、経済学って結局経済学の本を読む以外にやることないんですよ。なので、別に経済学知りたかったら経済学のその授業でやるような本を読んでみてください。で、まあ、もし、ある程度の、企業に就職するとかになって、じゃあ、経済学で学んだような、マクロ分析みたいなのを、計算で出しましょう、みたいなのになって、そこができるようになるの、スキルが欲しいっていうのであれば別ですけど、経済学って生きていく上で必要なの、必要ないんじゃないですかね。まあ、要は、お金の使い方とお金の稼ぎ方と、経済学って関係ないんですよね。例えば、ファッションの歴史っていうのを勉強するのと、ファッションデザイナーになるのって全然違うじゃないですか。じゃあ、カール・ラガーフェルドっていうデザイナーがいて、こういうブランドでこういう仕事をしてましたみたいな歴史を知るっていうのと、じゃあ、売れる服を作るセンスって全然違うじゃないですか。なので、経済学っていう、経済を学ぶっていう、経済ってこうなってるんだとか、昔ケインズっていう人がいてこんなこと言ってたんだみたいな、歴史を学ぶっていうのが好きな人がやればいいと思うんですけど、じゃあ、金持ちになれるかっていうと全然違うんですよ。で、僕、経済学の話をするときに、ケインズと竹中平蔵さんを出すんですけど、経済学を勉強して、経済学を教えてる人で金持ちになった人って僕二人しか知らないんですよ。で、一人がケインズ。まあ、アメリカの経済学者で、ニューディール政策っていう、もう不況なんだからみんな仕事ねえんだからダム作ろうぜっつって、めちゃめちゃ人間集めて超でかいダム作るっていうのをやって、で、ダム作るんだからちゃんと給料出せるよねっていうので、で、ダム作った結果、今カリフォルニア電気っていうのがそこのダムで供給されてるんですけど、で、その政策をやったケインズさんっていう人が、経済学の賢いので株ガンガン買って大儲けしたんですよね。なので、経済学ちゃんと分かってる人はちゃんと株も買っても得すると。で、竹中平蔵さんは、パソナの会長？アドバイザーかなんかやってるんですけど、あの人も経済学者として先生なんですけど、竹中平蔵さんは小泉首相の時の大臣かなんかになって、派遣業っていうのを法律上 OK にして、で、自分がアドバイザーかなんかやってるパソナにの派遣っていう仕事をガンガン増やして、で、そこの売り上げを伸ばして、で、今で言うと、サービスデザイン協議会っていう、電通とパソナとトランスコスモスかなんかが作った、あれ、900億円かなんかで、休業保障のお金を配るっていう、サービスデザイン協議会ってところを受けて、で、20億円だけ電通が抜いて、その後パスナと電通ライブっていう子会社とトランスコスモスで仕事分けましょうみたいなのがあって、で、その下にもその子会社がいっぱいいて、で、50社ぐらいあって、結局どの会社にお金が行ったのか誰もわからないっていう。経済産業省が調べたんだけど、孫請けぐらいまではみんな言うんだけど、孫請けの先はもうわかりませんって言ってて、お金がどこに消えたかわからないみたいな。っていうのがあって、竹中平蔵さん大儲けしていますと。で、これね、確認したわけじゃないんだけど、あと竹中平蔵さんがやってたって言われてるやつで、これ違ったらごめんなさいね。もともと日本って1月1日に日本にいなければ住民税払わなくていいっていうルールがあったらしいんですよ。今多分違うと思うんですけど。要は住民税っていうのは1月1日に住んでいた地域に払わなきゃいけない税金なんですよ。だから北区赤羽に住んでたら北区に払ってくださいと。で、千代田区に住んでたら千代田区に払ってくださいと。で、1月1日に必ず外国にいるっていうのをやると、1月1日外国にいるから住民税払わなくていいっていうルールがあったらしくて、で、毎年毎年外国にいるっていうのをやってたという説があるんですよ。僕これ確認取ったらいいんでわかんないで、勘違いとか嘘だったらごめんなさい。心の中で削除しててください。ただ、まあ、せこいとか置いといて、ただ経済学でちゃんとお金を稼ぐために経済学をやって実践しているという意味であれば、僕はすごく優秀だと思うんですよ。別にモラリストのために経済学をやってるわけじゃないじゃないですか。要は、
例えばじゃあ経済学の教授です。超貧乏ですって信用できないじゃないですか。お前経済の何がわかるのみたいな。経済学わかるのに貧乏ってどういうこと？で、少なくとも竹中平蔵さんが語ってる経済の話は僕は信じます。だってあの人ちゃんと儲けてるもん。まあその、要は政治家に取り入って政策を作るというところも含めて、そこの実行力も含めて、有言実行な人なんで、なのでその言ってることも正しいだろうと思ってて、だ人としてはどうかと思いますけど、ただ僕は竹中平蔵さんの言うことは信じるっていう、そういうことですね。はい。